って自分の体より手が後ろになってる。確かにね、見えてないから手出しても後ろにいっちゃうな。自分の体より前に手出す。でこっから面で押さえる。しっかりまずはいいかな。これ違いわかるかな。こっちの手で押さえれんやったらキャッチできるし、それができんやったら弾くのも後ろに弾くんじゃなくてコーナーじゃない方に弾くな。だこの面の後ろだから手より相手向けて体より前出し。オッケー、はい、でもキャッチやる最初は手前出し。そういうことやな。はい、でした。でも手がこうなってるよ。アレクさんの話聞いたか。聞いてたらやってみよう。じゃあ頭と足に一致してない。もう一回行こうか。はい、でそのそうナイスボール見てな最後まで。はい、で前田さんこちら。そういうことやな。ナイスナイスナイス、いいぞいいし、ナイス。それ今日やるやつ。はい、パスが分かってる。そう、ナイスいいぞ。さあラスト1本ずつかな。はい、今日はい、ナイス。悪くない？手下で。そうそうそう、そのまま、手そのまま。そう、手をそこに置いとけば取れるから。でも手がそこにあらなかった。うん、いいね。手のひら開いて、手のひら開いて。ナイス。さあ、ギリギリ来るぞ。うん、ナイス。いいぞ。ちょっと真横で意識できたら、ちょっと後ろになったな。ナイスナイスナイスキャッチ。もう一回行こうか。手がこうなってる。だから下と手のひら完全に開いて。はい、行こう。手のひら完全に開いて。手のひら完全に開いて。そう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 、そういうことそういうこと。賢い消えた。